はい、それで第3部撮っていきます。はい、あ、こんにちは、こんばんは、ゼロです。これ帰り道ですね。帰りに廃墟あったんで、そこちょっと侵入しようかなと。すごかったですね、さっきのは。これなんかさっきからなんか音がするんですよね。カメラに拾い取ったらいいんですけど、気のせいやと思うんで、とりあえずは進んでいきましょうか。これちょっと痩せれそうですね。ちょっとカメラのバッテリーの方もやばいんで。こう終わってからにし、特に帰り道なんで、さっきの それでは帰りの道を撮影でしていきますが、よいしょよいしょ、僕をすごかったんで、すごいですね。ここはさっきのところですね。なんか調子いい、なんか、ね、え、なんか良かったで、来て来て良かったですね。廃墟はね、何個もあるっていうのがすごく嬉しい。これトイレですね。ちっちゃい、ハイトイレ。ボットン便所、懐かしい。これね、道があるのか。危ない。鳥居が、こう来た道の鳥居ですね。車の音、猿がいてますね。これね、なんかね、行き来と違って空気がガラッと。カメラが、防空壕に入った時だけカメラがちょっとおかしになったんで、また修理。帰り風景なんですが、これ行けるかな、先まで。いや、先行こうとしたけど無理っすわ。無理っす。無理。また止まったから、いらんやつ消し行ってんの。どうなってんの下。下ね、ちょっとバスが降りそうなんで、かけないか。行きます。
歴史と空気が変わりました。これむっちゃ汚れた。この一気にガラリと空気が変わったんで、ここはこれあれ何？なんか多分釣りする場所やと思いますけど。場所か、あっち側にもなんかあれはなんか慰霊碑みたいなって。ああ。から回るのが結構一応回れますね。あ、回れるの。回れるやんなと思って。慰霊碑があるんだけどね、ここにここにね、迷わず来れたらもう。なんか、なんかいてますね。動物？動物？これ足、なんか足で気づいた私。足音が聞こえてます。今ね、多分ここにいてる全員が聞こえたと思うんですが、ね、息しと全然空気変わったんで、やっぱ鳥のせいかな。すごい寒い寒い。こっからか、こっから回れるのか。さて、あそこ、もうね、ここにもなんか、あ、来た道の廃墟。ちょっとこちら慰霊碑の方まで行こう。もうね、ゲストはこうちゃんです。あだ名がこうちゃんなんです。7分か撮ってるんですが、今回はものすごいいい動画が撮れたんで、これパソコンでまた上げるときにあれですね、ちゃんと映ってればいいんですが、慰霊碑来ましたね。皆さんもこういうところはすごくなんかいい感じのする場所なんで、慰霊碑ですね。慰霊碑ですね。これ釣りですね。釣りを昔しとったんでしょう。防空壕。カメラのね、バッテリーの方が結構やばい。バッテリーとの勝負。帰りにね、廃墟がちっちゃい廃墟があったんで、ついでに撮りたいと思います。どうかしましたか？普通にさっきの足音がどんどん近づいてきてるんです。それと人が通らないと反応しないライトがついてる。消えてる消えてる。ちょっと待って、こじは消えてる。これはちょっと、ちょっと待って、これはちょっとやばいですね。ちょっと待って。こちら、どの辺でその足音が、どの辺で足音が、鳥の前俺らが立ってたんがちょうどあの鳥居の横らへんやったんで。あ、さっきからね、なんかぼーちゅう音がスズッとしてるのはしてるんで、徐々に足を、気を踏む音がしてて、あ、さっき自分が聞いたのと、びっくりしてみんな近走ってきたんが、もうどんどん音が大きくなって、あ、寒い。
通っているのは今のところは来た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 、これはすごいね、来ましたね今。ちょっと一旦避難しましょうか。むっちゃ近い、これ近いですね。一旦車まで待ちます。一旦車の方まで一応足音えぐいな、足音えぐい。ここの辺ですね、足音が聞こえたっていう場所は。つまり自分がそこ行った時も普通に拾えたかな音。これねカメラがおかしなってる。だってあんな動物ちゃうでしょ明らかに。あそこは歩けるような場所じゃないんで。動物は絶対人や。動物ここで見たことない。とりあえず危険と判断して車の方に戻ります。これ廃墟ですね。こっちの方向きながら戻ります。そうやね。見えますか？え、待って、いました。あそこ人おるやろ。やべ。今、一瞬で。これはカメラ映ったかどうかわからないけど、人がいてますね。うわ、人人がいてますね。これ一旦車の方までみんな帰るみたいなんで、廃墟行きたいんですが。ちょっとこうじゃ車で これがさっきの途中の俳句です。これが小屋みたいなんで何もないですね。ちょっとね人が来てるんでちょっと早めに戻りますね。人がほんまに来てるんでちょっとまずいな。誰や、管理人かなんかかと思うんですが。よいしょよいしょ、一旦車の方まで帰ります。ちょっと一旦人が来てる。誰あれ、人が来てる。